カメカメカメ。修理系。風林火山。ゴリ押し。千葉どうだ？わあ、DLC レベルアップの概念ないかなと思ってたけど、あるならもうガンガン戦闘繰り広げていい。めちゃくちゃ状態異常食らってる。ジャストガード難しいんだよな。結構硬いしこいつ。あー、これ危ないかもしれん。今のもジャストガードじゃないか。ファイヤー効きそう。効いてるね。よいしょ。すーげー体力減ってる。あ、すげー体力減ってる。すげー体力減ってるけど、こいつやっちゃえないと。ちょっと待って、死んじゃう。あ、待って、ATB ゲージ溜まっとらん。早速死んでしまう。いやー最悪。あー、ナイス。まず1体やっちゃいたい。 OK。 あーと待って、なんかリミットが溜まってるんだけど、こんな一般戦闘で。やっちゃいましょう。 OK。 一見落差。急に強くない？びっくりしたんだけど。先制攻撃。 あれ、チラシこれじゃね？ちょっと待ってよ、奥まで散策してないんだよね。ポーション、あ、ベンチあるから別にいっか。奥にまだモンスターがいたりして。ここって本編の時は何しに来たんだっけな。なんもない。あー、なんもないんだ。はい、ポーション。じゃあ戻ろう。おお、お嬢さん、チラシを集めてきてくださった。1カメ、2カメ、3カメ、4カメ、5カメ、6カメ、素晴らしい。お嬢さんがキャンペーン達成第1号です。おめでとうございます。まあ、私の手にかかればこれぐらい余裕だね。ああ、そうだ、これ、差し入れ。これは、ダチャウ豆ということは、お嬢さんもなるほど、お忍びというわけですね。本当ならうちの店で酒でも酌み交わしたいところですが、お忙しいようですな。うん、それに
酒を飲むには一と年齢が足りませんな。もう少し経験を積まれた暁にはぜひ亀道楽ミッドガル支店にお越しください。とびきりの料理と酒を用意してお待ちしてますよ。範囲か、ウォールマーケットに亀道楽なんて居酒屋あったっけかね。おやおや、お嬢さん、あ、コイン、コイン、コイン、ユニットを買っちゃおう。コンドルコインが手に入ったらまた。あ、これはひょっとしたら、あ、コンドルチャンプのやつか。キリエとコンドル対戦しちゃおうかな。キリエ、キリエ、いた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 。はいはい、コンドルフォートなら1回。ん、ご新規さん、てか何なのそのお子様な格好。え、これお子様なの？ひたすら可愛くない？ああ、なるほど、センスわかんない人だ。ミッドガル女め。え、ねえねえ、コンドルフォートやんない？私修行中なんだよね。おっと、いいね。でも私対戦料もらうよ。1回3ギルです。安っ。どんな編成だ。アタック満載。意外や意外と。あー、これ ATB ゲージがまあ8までストックできるスターターボードも良さそうだけど、そんな配置を考えてる間に ATB ゲージが満載になるなんてことないと思うから、別に6でも構わない。で、アタッカー満載なら、うん、ディフェンダーをもう全員編成に組んじゃっていいな。で、あとはシューターがいるから、アタッカー、簡易的なアタッカーを1名配置してコスト2にしておこう。で、ディフェンダー、コスト高めのディフェンダーがいるから、コスト高めのシューターを配置と。完璧でしょ。これでいこう。ちょっと3分経過する前にパッパと倒してみたいな。アタカーを配置しましたと。ここからこいつを配置しますと。ちゃんと画面の上部にね、弱点表みたいな表示があったね。ありがてえ。ちょっとね、ATB を貯めつつね、相手が何を出してくるのかを伺いながら戦ってもいいかもな。ATB が2。いいよ、詰めてきてるよ。いいよ、いいよ、いいよ。何が出た？アタッカーか。ならもうもっとディフェンダー行っちまえ。あ、再びアタッカーと。いや、ストックしとこう ATB を。いいよ、もうどんどん敵の方に配置しちゃおう。あ、かなりいいのでは。だいぶ余裕がある。 OK。 あと敵のアタッカーが飛んでるから、グレネード操作配置で、シューターも来たから、あれ、あのシューターって届く？宙に浮いてるけど、あ、これやらかしたかもしれん。地上の兵士の攻撃当たらん。そんな時は魔法でしょ。待て、地上魔法じゃ意味ないじゃん。あ、当たってくれた。
フェンダー配置。こいつエアロでなんとかなんないかな。ならんか。すげえもったいない魔法の使い方してるかも。なかなか圧勝で、なかなか圧勝するって難しいな。お、なんだこれ。そっか、敵が配置してくるモンスターが地上生物か空中生物かも考慮しないとな。いや、アタッカーの塊だこれ。意外とギリギリの勝利かも。オッケー。なんで？ちゃんとズルしたはずなのに。センスがいいからね、私。ほら、付き合ってあげたんだからさ、七ギルちょうだい、七ギル。いや、残った。主戦止め。あ、ランク2のプレイヤーに挑戦。待って、これさっぱり話が進まないな、これずっとやってたら。ちょっと一旦ストーリーやろう。これ多分ね、本編と同じならエクストラにも触れることができなくなるタイミングで警告が出るはず。協力者を選定中。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし、うん、まずまずの逸材です。君、何ブツブツ言ってんの？僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか？私はユーフィー、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。待って、ちゃっかりチャドリーの奥にもコンドルフォートがある。ラム、うん、強えんだろうな。どう見ても強えや。距離を取って戦いたいな。うわー、危ない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 。これかわせた。どうですか？あ、今のはジャストブロックができたっていうあれか。まずはなんとかバーストをさせないと始まらん。危ない危ない。ああ、これ近づいたらこうなるやつか。で、死んじゃう。ああ、死んじゃう。強くねえか。わかった、これソノンをパーティーに入れないと無理。一歩力を呼びませんでしたね。今回の戦闘を分析して次こそはねじ。多分一人じゃ無理。というか一人で倒せても死ぬほど時間がかかりそう。ちょっとソノンに会いに行こう。もう戻ってきてるでしょ。あ、今戻ってくる。ただいま。
おかえり、そのユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。何？父上に似ていないと思って。初めまして、ユフィ。俺はソノン日下部、五道様から直接剣法の指導を。あんな奴の話はいいから。それよりさ、町に馴染んでるって？大人の町で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいな最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ニッコが堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私、いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて、亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。うん、ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。町を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。ソノン、操作キャラクターにできない。連携モード。そうなんだ。めっちゃ強そう。強いわ。となると装備もいじれないのか。いじれるんだ。本編の時はさ、3人までキャラ操作できたからさ、誰かがピンチになったら切り替えて回復魔法を使わせるとか、そういうことができたけど、これではそれはできないのか。ちょっと再挑戦しよう。召喚獣との戦いに臨む準備ができましたか？ソノン、頑張ってくれ。なるべく攻撃が食らわないように。連携アビリティ。あ、なるほど。こうしてバースト効果大。やってください、ソノン。連携解除ができますと、ちょっとソノン攻撃してほしい。ソノン、ちょっと待って。ソノン、そういえばフェニックスの音が今持ってないから、ユフィが回復与えてやらないといけないじゃん。しかも今全体がついてないから失敗したな。お、ソノンかわしてる。ソノンに頑張っていただこう。ソノン頑張ってください。危ない。回復はしますんで。
あ、これね、一人より圧倒的に楽だ。てか一人で勝てたのがないこいつに。で、ユーフィーリミット溜まってるけど、バーストさせてからにしよう。あ、あかん、あかん、あかん、死ぬ、死ぬ、死ぬ。え、な、なにそれ。待って、今フェニックスのないよね、ないよね。 R なんとかなった。あー、死んでしまう、死んでしまう。あー、その非常にやばいな。もうフェニックスのお題、オッケー。これで倒しきれるか。あと3分の1か。あー、バースト切れる。もうフェニックスのないもんな。せっかくそのリミット溜まってたのに終わった。はい、オッケー。くよくよしない。お見事です。戦闘データを解析した結果、召喚マテリアの生成に成功しました。ユフィさんのスピードはまさにイカズチ。これからは雷帝ラムーと共に存分に暴れ回ってください。序盤でこんなんじゃトライアンドエラーがずっと続きそう。まあとりあえず召喚獣ゲットで、この辺のスラムをうろちょろしてる間はレベル2のコンドルもしばらく挑戦はできるでしょう。物の受け渡し、とりあえずメイン進めるか。